んじゃ朝から鬱陶しい。じいちゃん聞いて、なんか最近気になる子から避けられてるみたいでさ。両親の元を離れ、俺と弟の帰りは祖父の住む町へとやってきた。そこで出会った二人の女の子、はるかとゆずき。よしよし、やったじゃん、ゆずき。もう、髪が乱れる。おっと。ごめんごめん。君の…ん？君のおかげだよ、くーや。緊張した私を…ああ。君が励ましてくれたから。ありがとう。いい感じだったんだよ。なのにさ。あ、なんで避けられるんだよ。聞いてる？じいちゃん。みんなひどい、冷たい、なんでだよ。こんにちは。おじいちゃん、お裾分け持ってきたんだけど、留守みたいだから出直すね。待った、ちょっと付き合え、ゆずき。あ、ゆずきさん。はい。俺に何か言うことはあるよな。はい。ごめん、私そのずっと変な態度だった。よかった。クーヤは、俺ゆずきに嫌われちゃったかと思ってショックだったんだ。そんなわけない。私は、そっから先は俺に言わせて。クーヤ好きだ。ゆずき、ごめん、ちょっと待って。その、一つ疑問っていうか、わかんないことがあるんだけどさ。うん。もし私も好きって言ったらさ、そしたら私たちどんな感じの関係になるのかな。そんなの恋人に決まってるだろ。恋人って何するの？エッチなこと？バカ気が早い。で、返事は？俺にもちゃんと言ってよ。君が大好きだよ。この町を出る？ごめんなさい。いや、別に謝ることじゃないよ。夢を叶えるためなんでしょ？はい。俺たちも応援するよ。なあ、ゆずき。うん、もちろんだよ。頑張ってね、はるか。帰り。はるかの夢か。ゆずきの夢は？私は、わかんないや。ここで結婚して、子供とか産んで、そんな感じになるんじゃないかなとは思うけど。じゃ
俺の夢は普通のお婿さんってことで。調子いいことばっかり。心外だな。俺はいつでも本気だよ。元気でな、カイリ。兄さんも。はるか、絶対帰ってくるからね。待ってるよ、この街で。